クイズです。連想してください。いくつも連想してください。赤くて丸いもの。連想してください。黄色くて、他行から始まるもの。連想してください。緑で、畑で育てるもの。連想してください。白い飲み物。連想してください。これはバリウム。このような連想ゲームをカードゲームにしてみました。色カードと組み合わせカードを合わせて言葉を連想していきます。色カードは6枚あります。これに組み合わせカードを合わせていって言葉を連想していきます。野菜だったら緑の野菜いっぱいありますね。キャベツ、ほうれん草、レタス、いろいろありますね。代々で畑で育てるもの、みかん。茶色い飲み物、茶色い飲み物、ウーロン茶、ウーロン茶とかね、ですね。赤くて辛いもの、唐辛子。白で他行から始まる言葉、立ちつてとのどの言葉から始まる言葉ですね。この場合は、濁音も OK です。ラジズデードも OK ですね。じゃあね、ティッシュね。ティ、これも OK。はい、黄色で校庭にあるもの。ひまわり、タンポポ。このように合わせていきます。2つのカードから新しい言葉を連想していく。こういうカードゲームです。はい、こんにちは。村野さとしです。今回はですね、楽しい言葉遊びのカードゲームを今見ていただいたようなものを作ってみました。言葉遊びを通して、言葉の感覚をどんどん身につけていってください。ちょっとした隙間の時間だとか補強の時間などに、取り組んでいただければと思います。雨が降った日の中休みなどにもいいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こちらち、はい、緑で野菜。はい。ほうれん草。オッケー、ほうれん草ね。はい。では赤で、畑で育てるもの、リンゴ。おお、はい。はい。茶色で甘い。チョコレート。おお、なるほど。だいだい色で柿くけこのどれかね。わかんない。スルー。よし、柿。あ、そうか、なるほど、柿ね。はい、茶色で飲み物。麦茶。おー、いいね、いいね。黄色で硬い、スルー。スルー。じゃあこれはスルーした、2人ともスルーしたからこっちに外します。
ロ。動物。クマ。クマは白くないじゃん。いや、白クマ。あ、白クマならいいね。うん、白クマならいいね。うん、よし。緑で、緑の教室にあるもの。うん、黒板。いや、黒板は黒でしょう。黒板だから。そう、でも実際は緑だよね。まあ確かに。じゃあいいね。はい、はい、赤、辛い、うん、唐辛子。はい、いいね。白で、あ行、あ行か、なんだろう。え、スルー。あ行で白い、うーん、スルー。でこれは外し、今度はこっちだね。代々の家にあるもの。と茶色、丸い、あ、チョコボール。あ、なるほど、ね、はい、黄色、校庭にあるもの。コーン。コーンってあの体育のコーンですか。そう、体育のコーン。まあ主に赤だね。はい。あ、唐辛子。うん。ね。最後の一枚。はい。代々作業する。ソーセージ？ダメか。あれは茶色だ。茶色か。じゃあする。はい、枚数数えましょう。ここに置いておこうか。1、2、3、4、5、6、7。あ、同点だね。じゃあ同点握手、うん、はい、いかがだったでしょうか。まあ、今2人でやるバージョンを見せましたけども、例えば 3,4 人でもできると思います。で、その場合は連想した言葉の判定ですね、それが OK かどうかということについては、他のメンバー2人3人で全員が OK ってなったらいいとか、3人のうち2人が OK 出したらもらえるとか、そこは工夫してみてください。でこれまだ作ったばかりで、自分が実際に子どもたちに試してない教材ですので、先生方やっていただいてですね、ご意見をいただければとても嬉しいです。多分面白いと思うんですけどね。はい、教材はダウンロードして使えるようになっていますから、ぜひ使ってみてください。ちょっと前からダウンロードをするのにパスワードが必要になりました。で、概要欄にサイトもパスワードも出ていますので、そのパスワードをコピーしておいて貼り付けてダウンロードしてください。すいません、お手数をおかけしますけども、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。